含む意規定、香る豊か、日垣新面番船、川口出版の図新面番船は、江戸時代、大阪の旧店が新面を江戸に積送するときに、競争させた船である。旧店は、麺、湯、紙、木綿、薬酒、砂糖、鉄、お及び鰹節の、いわゆる重積の旧品を取り扱うことができる商人であり、区本以外の積み荷を取り扱い売る商人は、十三店。 と称して、これに付属していた、9点、13点の江戸罪に物を積層する海戦は、盛んな時は40予想に達したという、新面番船は9点の公案による、番船とは、江戸到着の1番、2番を争いで、新面到着の窒息は、面下に大きな影響があったから、荷主は、一刻も早く到着することを求め、先導を奨励し、 運用の秘術を尽くさせたことから起こり、海鮮業の発達に大きく寄与した。九天世話版は毎年8月下旬から9月、昨日までに、江戸九天世話版宛に書面を発し、同意を得て、本年の番宣席数を定め、適宜、番宣を指定した後、再び、江戸九天を呼び、海鮮ン屋並びに番宣到着の前後を定める、浦賀問屋に鮮明を通知し、 一方では番線の先導をお呼びした手元から会場不法の情報を致さずという証文を記し、海鮮丼屋は番線の船付け書きを9点に配布して荷物積み入れの終戦をする。ただし9点以外の商人から荷物積み入れを依頼された時は荷主から認証文を取る。こうして荷物積み入れが終わると出版前日、9点の世話番荷主から海鮮丼屋行事道頓屋に至るまで、 一同が、料理屋に返して番宣先導を招き、出版坂といって、主演を開き、その席上、抽選で先導の番号を定め、大阪出版に至るまで、もろもろみなこの番号順で行わせた。出版当日、早朝から9.1度県立船をにし、臨時に設けた、味川4丁目の切手場に行き、番号順に先導を整列させ、総切手を渡す。 この時から、船道の競争は始まり、そう切手は手図から呪図せず船内の柱に縛り置き、撃択を合図として、これを取るのであり、船道は、その合図で先を争って、これを取り、失踪して、橋家に乗り、各自本船に帰るなり、直ちに抜病する。裏学校においては9点の通知により、あらかじめ日時を計り、東名大下に見張り船を置き、 見張り船に総切手を差し出した前後によって一番入り、二番入りなどの順序を定め、木札を先導に交付してその証とし、飛脚を発して、これを、江戸、大阪に通じ、また船改め所にいる、津の届け出をし、検査を受ける手続きを行った。会場での競争は、潮流、風力の利用遺憾によるが、相互に秘術を尽くし、時には二船相並んで、裏がこに入り、 争ったこともあり、また2000の前後を決めがたく、江戸宮典を呼び、海鮮丼屋の表儀で、総一番、次一番という判定を与えて落着したこともあった。視力を尽くして一番入りした先導が賞として得た。ところは2000匹ばかりの金子と羽織などに過ぎなかったが、彼らが一番入りしようとしたのはこれにより、荷主の愛子を得て、将来の積み荷を増やすことだけでなく、翌年、 番船となるとき、抜けしたてといって打線に先立って、荷物を積み入れる特権を得るからでもあった。番船は、江戸に入り、海船丼や船道を同伴して九天世和番の下に、到着の挨拶をさせ、荷物を陸上げし、キロ、神戸に至り同職北に坊から、番号札を受け取り、翌年の番号期までその順番で、江戸席に従った。新面番船の選手は、日が海船であった。 番船の運賃は積み木ごとに元値を定め、その行くわを記し、江戸到着後支払った。本船の石化入用及び、橋化賃は常日の運賃に含まれていた。番船は、文久年間、江戸幕府が蒸気船によって、江戸積みに物の運搬を始めたから、中止となったが、明治10年、再び始められた。当時、新面番船と並んで新種番船があり、 毎年、2月か3月頃に新種を搭載し、西宮を出版した、大阪、伊丹、池田、今津、西宮、青木、魚崎、三影、透明、新在家、大石、兵庫の十二郷の行事に主などが、西宮に集って、書示を取り扱い、番号順を定め、総切手を交付するなど新面番船と同様である。ただし新番船は、品川沖に船を乗り入れ、 そう手を、江戸タルブネドニアに差し出した前後によって1、2を定め、一番儀の先導には、荷主から金品を授与した。新種番戦の選手は、損海戦であった。ありがとうございます。